空気圧の点検したいんですけど、バイクには基準値っていうのがあります。まあバイクによってじゃないんですけど、タイヤによってなんですけど、どのくらい入れたらいいのかっていうのが、あらかた決まってます。こうスイングアームのところにタイヤの指定空気圧っていうのがあります。カメラさんわかります？自分のバイク見ていただいても大丈夫ですよ。こうスイングアーム、チェーンカバーのところに、指定空気圧っていうのがあります。大体これで入れていただいて大丈夫です。島のマトブログ、略して島ブロです。フロントタイヤがこれだと 2.5 250とかね、 2.5 とか書いてます。後ろも 2.5 ですね。これだと大型バイクだったら前が 2.5、 後ろが3とか 3.0 とか300とか、もっと軽いバイクだとまあ200とか 2.0 とかが多いですかね。うん、まあ、そのあたりで、だいたい基準値っていうのがあります。これから、下がっても多少上がっても問題はないんですよね。でも下がりすぎるとアウトなので、今回は、それをチェックしていきたいなと思います。でフロントタイヤからいきましょうか。皆さんこっち側に来ていただいていいですか。まず、キャップを外してください。ミカさんこっちから。エアバルブキャップを外してください。外れますか？はい、OK です。で、金具が見えてると思うんで、この先をここにプシュッと当てるだけなんですけど、ここにメモリがついてます。これだと、100、200、300、400ってあるんですけど、これが1キロ、まあ100とかね、2キロ、200キロ、パスカルっていう感じなんで、だいたいこの200みたいなところをね、見ていただくといいかなと思います。で、これ垂直に当てないとプシューって抜けていくので、垂直に当てます。こんな感じで、ちょっと手が汚れるのであんまりやりたくないって方も多いんですけど、感じで。よいしょ、プシュッと、ここでシューって流れたら良くないので、こう一回プシュッと力垂直に当てていただきます。はい、これ、今何キロですか？何キロって言います？何ぼーとか言います？1.7 です、ね、正解ですね。で指定空気圧は 2.5 ですね。ということは減ってますよね。そういうことですね。でわざとこういう風にやる方もいます。わざとそのスポーツ走行でグリップ力とかハンドリングとかでわざと減らす方もいるんですけど、普通に使うんだったら、まあ、指定空気圧まで入れておきましょうということですね。そしたら後ろ行きますかね。でキャップをね忘れがちなので、まあ、最初締めていただいて、今度はねちょっとやっていただきたいです。でこれエアバルブキャップがね見えないですよね。どこにあるんやって感じですね。こういう場合は一旦バイクを下げてやりやすい位置まで持ってきます。 OK、 この辺りですね。はい、キャップを外していただいて、でここ、あ、そうですね、で垂直に当てていただいて、これがね難しいんですけどね。はい、何キロになってますか？ 1.9。 はい、1.9 で指定が 2.5 ですね。ちょっと、少ないですね。でこういう場合はちょっと入れていきたいかなと思います。はい、でちょっと、空気入れとか、空気圧の、チェッカーがね一つしかないので、皆さんにちょっとやっていただく、ちょっと時間がねなかなか取れないんで、また各自見ていただきたいなと思います。島トレ、よいしょ、いよいよフルサイズのバイクは原付やったらね、ちっちゃい10インチとか12インチはまあやっぱりこれでは入らんのやけどね、17インチ、まあ、14インチぐらいのタイヤやったらこれでも自転車の空気入れで十分いけます。でこう突っ込んでロックしてやったら大丈夫です。でまあこれにもメモリは一応ついたんやけどね、 1.、 今多分6か7ぐらいかなっていう感じがするんやけど、まあ大体っすか、この適当ですこれで、まあこれで、まあ、20回ぐらい10回ぐらい踏んだらだいたい 0.7 ぐらい上がるんですよね。こんな感じですね。もう こういうやつでもいけるんですよ、自転車のね。
まあ、できたらこういうね、ゲージがついているやつがちょっと高いけどね、まあ、こんなんも安いです。ホームセンターで5000円もあれば売ってます。自転車用のやつはねちょっと高いんですよ。もう2万ぐらいするやつがある。かかってください。まあ 2.25 ぐらい、ね、ちょっと足らんけどね。まあ、スタンドでね、空気入れれますけど、こういうのが一つあったら便利かなと思いますね。家でできますしね。ツーリング行く前にサッとできますし。で、空気ね、入れるときなんですけど、まあ、若干多めに入れて、抜きながら調整した方がね、早いかなと思いますので、まあ、そのあたりも覚えていただいたらいいかなと思います。抜くときでスパッと抜いてくださいね。抜くときスパッと抜くらしいです。ああ、素晴らしい。大体、ああ、いいですね。こんなもんですね。まあ、下がりすぎてたら、こう、ハンドリングがね、おかしくなることもあるんですよ。ハンドルが切れ込むとか、ちょっと、ふにゃふにゃするとかね、いろいろあります。はい。まあ、皆さん、大丈夫ですかね。また見ていただいて。はい。はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、電動の空気入れがあります。これもちょっと試してみますか。空気入れたことないよって方。2番の方、バイクどれですか？これ、CB400。めっちゃかっこいいですね。Amazon とかで、こういう電動の空気入れっていうのがあるんですよ。エアゲージも、簡易的なエアゲージもついてて、これ、自動で止まるので、こっちあった方が楽かなと思うんですけどもね。ちょっと、お借りします。で、これ普通にシュシュシュとこう、つけていきます。はい、シューと。で、今ちょっと見えにくいんですけど、ここに、まあ、ゲージが出て 2.3 って出てます。この指定空気圧が、だいたい後ろが 292.9 ですね。前が 252.5 なんで、基準値は 2.9 なんですけど、やっぱ若干少なくなってますよねっていう感じで分かります。で、ここで、まあ、いろんな、モデルがあるんですけど、プラスマイナスでこう設定できます。で、スタートをします。あとこれで待つだけです。で、この間に、ウェア着たりとか、まあ、他の準備したりとか、いろいろ準備できます。やっぱ、タイヤって空気って結構自動というか、まあ、勝手に向けちゃうので、点検をしっかりしておかないといけないかなと思います。まあ、こんな感じです。まあ、多分大げさに抜けてるっていうバイクはないと思うので、また点検してもらったらいいかなと思います。はい、閉めときますね。はい、タイヤはこんな感じです。はい、ご理解いただけたら幸いです。島トレバイク練習会はバイクに不慣れな方やもっと上手に走らせたい方を応援しています。